日本女子大学お願いします。どうも、大学紹介チャンネルを運営しているセシミンです。今日は日本女子大学について解説します。またキリスト教系の大学ですね。今回の動画の流れといたしまして、最初に詳細情報を解説した上で後ほど評判について解説します。まずは詳細情報、目次はこんな感じ、いつも通りですね。一つ一つ見ていきましょう。一つ目、基本情報といたしまして、所在地東京都文京区となっています。設立年1901年とかなり昔からある大学ですね。学部としてはこちらの4つ、こちらは後ほど学費偏差値等を見ていきましょう。学生数は6000名ちょっとと中規模の大学となっています。2つ目、学費について。学費はね、初年度がこんな感じになっています。だいたい130万から150万円ぐらいですね。学科によってね、結構差があるので、こちら気になる方は動画を止めてご覧ください。学費についてはこんな感じで、詳しい内訳も公開されておりますので、詳しく知りたい方はこちらの URL からご覧ください。こちらの URL は概要欄に載せておきます。ちなみに私立大学の平均学費は年間114万円なので、それに比較すると相場よりもやや高めかなという印象ですね。3つ目、偏差値について。偏差値はね、高いです。だいたい50後半ですね。偏差値ランキングでいうと、全767大学中79位、私立589大学中39位と、全大学中上位 11% に入っている大学なので、かなりレベルの高い大学ですね。ちなみに私立大学の中だと上位 7% に入っています。4つ目、有名人について。有名人は合計で74名います。こちら一部は数を載せています。これに関してはね、歴史のある大学ですし、規模も大きいので、かなり有名人は多いですね。5つ目、就職実績について。就職実績として公開されているのは、業種別就職割合と主な就職先です。業種別就職割合はこんな感じになっておりまして、学部数が多いので、いろんな業界に散らばってますね。また主な就職先はこんな感じで、業種別に具体的な企業名が公開されています。これね、素晴らしいのがね、職種まで公開されてるんですよ。要は事務職と総合職で、総合職の方が就職難易度が高いということを踏まえて、こういった内容も公開しているんですよね。これ素晴らしいですね。就職実績についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの URL からご覧ください。こちらの URL は概要欄に載せておきます。就職実績についてはね、普通にいいですね。偏差値も高いですし、歴史もあるので、ネームバリューも非常に高いと、はっきり言って就職にはかなり有利な大学だと思います。次に日本女子大学の評判について解説します。目次はこんな感じです。一つ一つ見ていきましょう。一つ目、緑の多いキャンパスと。こちらキャンパスマップを載せています。まあ、これに関してはね、これ見ても分かる通り、緑は多いですね。二つ目、教職員の態度は丁寧と。日本女子大学の教職員に対する評判非常に良かったです。まあ、偏差値の低い大学ほど教職員に対する評判悪くてね、偏差値の高い大学ほど教職員の評判いいんですけれども、日本女子大学評判良かったですね。三つ目、学生生活は活気があると。実際の口を見上げます。女子大学なのでみんなとてもはっちゃけていますと。異性の目を気にする必要がないから全力ではしゃげますね。僕も女子大学に行きたいです。はい、この動画では日本女子大学について解説しました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。次回は東都大学について解説します。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。